老人福祉法で9月15日が老人の日と定められているのを前に、山口知事が今日、神埼市に住む100歳の女性を訪ね、長寿を祝いました。この取り組みは、毎年9月15日の老人の日に合わせて、元気に活躍する高齢者の長寿を祝おうと毎年行われているものです。今日は山口知事が神埼市の有料老人ホームを訪ね、大正13年生まれで100歳を迎えた吉武綾子さんの長寿を祝いました。吉武さんは60歳の時に始めたという書道が好きで、100歳を迎えた記念として施設の利用者や職員合わせておよそ70人に自筆の書を送っていて、その作品は施設の入り口に飾られています。好きじゃったでしょうね。図画が下手子供の時から、それであの習字の先生の褒めてくようさったとか、やっぱり良かったでしょうね。吉武さんの長寿の秘訣はたくさん歩くことで、今も施設の中を歩行器を使って元気に歩いているということです。